ウォーフォー TV。 美術家、非建築家、ドラッグクイーン、映画評論家、プロモーター、さまざまな顔を持つヴィヴィアン佐藤さん。しかしその活動には一貫して他人を型にはめようとするらしさに抗う姿勢があるといいます。その姿勢を象徴するのが、ヴィヴィアンさんが頭上建築と呼ぶヘッドドレス。ドラッグクイーンの衣装でもあるヘッドドレスですが、ヴィヴィアンさんの作品であり一つの建築です。ロールシャッハの技法を使った作品は、心理テストのように見る側に何に見えるを問いかける作品です。この手法をイラストに展開したものがこの作品。さらにヴィヴィアンさんの世界観を全身で体験できるのがこれらのインスタレーション作品。ジャンルは様々ですが、ご自身の活動そのものが作品になっているのです。さあ、ということで、今夜のゲストヴィヴィアン佐藤さんにスタジオにお越しいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。肩書きの非建築家っていうのはいいですよね、はい、なんかね、難しいわね、なんかね。そうですよね、建築家じゃないって言ってことですよね。僕も非建築家ですよね。あ、そういうことになる。そういうことになりますよね。首から金属は真壁さんに憧れてるわけじゃないですよね。いやいや、でもなんかすごいね、個性がおありで。僕はもう昔からですね、もうあの、あ、美術飲み仲間なんか、まあ言ってみれば飲み仲間ですけど、飲んでばっかりじゃないですか。中谷さんがご飯食べてお風呂入ってから会うみたいなね。そうですね。実はこうやってお化粧したり派手な格好することがドラッグクイーンじゃなくて、例えば昔その宮廷の中にね、ベラスケスの絵の中にとかだと、こうちょっとこう体の不自由な人とか占い師とか、そういったこうカテゴライズできない人たち、なんかこう名付けられない、もしくはこう職業がよくわからないような人たちっていうのは必ずいて、そういった人たちも王様とか女王様とか、そういった人たちに普通の一般の市民たちはこう話せない、こう進言とかもできないんだけれども、こう自由にこうアドバイスをしたり、そういった人たちっていうのは必ずこう宮廷の中にいたり、実はこう都市の中でも名付けられない人たちっていうのがいるんですよね。でそういう分類じゃないのかなと思ってます、今で言えば。今日はね、そのヴィヴィアンさんにいろいろね聞いていきたいんですけど、はい、最近のトピックスだとね、はい、あの東京都が打ち出したコロナ自粛してるね、アッシュの支援策としてロビー活動を行ったりしてるじゃないですか。はい、そうなんです。その辺はどういう気持ちでやってるの？はい、声かけられて私も参加したという形だったんですけども、こうやってこのドラッグクイーンのまんまでその都議会に行ってですね、自分はこういう活動してます、こういうこと、こういうあの作品も作ってたり、こういうこともやって、こういったことがこう中止になってしまったり延期になってたり、なくなってしまったとかね、そういったことをこうあのいろいろ説明 しに行ったってことですね。これよくあの芸術はね、不要不急なものの代名詞みたいな感じだし、非常事態にはもう本当にこんなもんいらないんじゃないっていうような見方もねあって、この支援は後回しでいいんじゃないかみたいな意見もあったりすると思うんですけど、そのあたりはいや、そもそもね非常事態ですよ、私常に生まれた時から。そうですよね、生まれた時から。同類じゃないですよ。ね、そうそう、だからその、常に大変ですよ。だからあのこういった時だからってことではないんですよね、で例えば私仙台出身なんですよ、仙台生まれ、で仙台も2011年の時に、大震災があった、でその時にその、3月11日にあって12日13日のあたり、都内でも非常にこう自粛があって、こうネオンが消えたり、例えばこうテレビの、ね、それバラエティなんかも全部なくなったり、ライブそれから展覧会とか全部こう自粛でなくなったわけですよね、でもその時に私がこう早くやんなきゃいけないと思ったことがあって、お化粧、このお化粧を一刻も早く始めなきゃいけないと思ったわけですね。でこれは別にお化粧することで誰もこう救わない、例えばこの大手のね、芸能事務所がね、例えばこう被災地に行って、例えばこう食事をねやったり、こう募金をやったり、お金がたくさん集まったりもするけども、そういったこう直接的にすぐできることではなくて、全くこう無意味であったり、そんなにこう急に役に立たないこと、そういったことこそが大事だと思うんですね。要するにそのなんだろう、そういったこう非常時の時ですよね、非常時の時に自粛するっていうことは、普通の時にそれをこうやってたこと、要するにこう意味のないこと、
全くこう必要じゃないことをこう日々やってたことってことを証明することになる。だから非常時にこそ私たちみたいなことをやらなきゃいけないし、あの無意味だと思ってることこそが大事なんですね。そんな中ね、東京都はアーチと10万円の支給、はい、まあ、いろいろ条件はあるっていうことなんですけど、はい、始めたんですけど、ね、ちょっとまあその日本全体反応が遅かったなとは思うところはあれど、結果論として、まあ、例えば、日本博がやっぱり、まあ、イベントが多かったので、はい、それ中止になったのを、じゃあオンラインで何ができるかっていう方の支援に回ったり、でアーツカウンシルさんもすごい頑張って、そのアーティストに10万円支援すると、まあ、10万円でいいのかどうかっていうのは議論になるんですけど、そこの議論があることもすごい重要だと思うんで。そうだと思います。はい。VTR もありました、頭上建築というの、これが今まさに頭上建築になるんですか。そういうことです、はい。まあ、頭っていうそういう、 こう敷地にどういうふうなものが立つかっていう。なるほどね。でも実はこれはもう古今東西、例えばいろんな民族衣装であったり、それから例えば先ほど言ったみたいにこう宮廷のね、あのマリア・アンタネットとか、それから例えばまあ日本のそういったこう公家とかお雛様みたいなね、そういった人たちもこんな髪の毛を作ってつけてたり、それからまあ伊達兵庫っていって、昔のそのなんてオイランとかもねつけてたり、なんかそういう風にこう髪の毛をこう盛るとか頭につけるっていうのは、まあ普段見えるもの、それから普段こう感じ、まあ普段見えないものですね、普段見えないもの、普段こう感じないようなものをこうキャッチしたり、こう絡め取ったりするこうアンテナだったり、それからこう 網みたいな役割があると思うんですよ。ほうほう。要するに普段こう感じないようなもの、例えば、社会的にこう違う、身分っていうのかな、違うところにいる人たちとこうあのつながったり、もしくはこう民族衣装だったらばこの世のものではないものとか、現在じゃないもの、過去のものであったり未来であったり自然であったり、そういったものとこう交信するツールみたいなもんだと思うんですよ。でそれが未だに、生きてると思ってますね。だからこれつけて映画を見るとやっぱり違った見え方がしますね。本当ですか。はい。後ろの人に迷惑でしょう。見えない、ね。見えないですよ。影になってる。ね、僕の頭にも頭上建築できるんですか。できますね。ちょっとこうね、つきにくいかもしれません。ということで、今週のピックアップアーティスト、ビビアン佐藤さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。